Yeah. おじいちゃん、勝手に自転車持ってかないでよ。お？待ってたぞ、サク。遅かったじゃないか。は？スケちゃん。なんすけ？うまっ！うまいっすね！うまか？このシャトーブリエ・ルボンの78年ものはフランスはメドック地区の代表作で、飲みやすい口当たりのためついつい飲みすぎ、気がついた時にはすでに千鳥足。酒の苦手な女もこれはいけるぞ。マジっすか？シャトーなんすか？もう一回言ってくださいよ。おいサク、まだか？ただいま。おかえり。あ、サク、あんたご飯は？おじいちゃんとこれ食べてきた。あ、お兄ちゃんミュージックウェーブなんて聞いてんの？これハガキ出した人の中から当たるやつだよ。こんばんは。別れた彼女に似ているという理由で。わかんないの？広瀬、この番組にハガキ出したりしてんの？ウォークマン欲しいんだよね。当たるの、毎回最後にハガキ生まれた人に。あれ、心変わりかい？お前さん、お前広瀬のこと好きなんだろ？何それ。いや昨日さ、葬式の時にさ、急に雨がさ降ったわけ。はい、これやるから、文化祭。今の議題についてみんなで話し合い。松本、中川、大きい。
何？お前ら二人とも広瀬狙いなわけ？そうなのかよ。違うよ。どうした？お願い。お金貸して。待って、助さん。もうすぐ広瀬の誕生日なんだよ。知らねえよ。どうもウォークマン欲しいらしくてさ。ねえよ、そんな金。助さん。じゃあ、ハガキ書いて。ウォークマン当たる番組があってさ。自分でやれよ。さっき読書感想文優秀賞だったじゃん。小学校だろ。俺マジで広瀬が好きなんだよ。俺んち寺じゃない？卒業したら修行に出されるし、高校時代が最後のチャンスなんだよ。ここ逃したら親父の決めた相手と結婚しなきゃいけなくなるんだ。一緒のお願い。皆さんからのお手紙、今夜も本当に素敵なものばっかりでした。嬉しかったじゃ。ついにウォークマンが当たったラジオネーム、ペンダコさん、52通目です。本当におめでとうございます。番組の最後にハガキを読まれた人には、我がミュージックの大プレゼント、ウォークマンが当たりますからね。聞いてるだけの人も、松本くん！俺マジで広瀬が好きなんだよ。じゃあハガキ書いて、不祥のお願い。待ってます。それでは、次回のテーマ発表します。言えないよな。次回のテーマは、思わず涙の切ない話。みんなからのハガキ待ってるよ。思わず涙の切ない話。夜空